もう派遣 FPS っていうのをやめませんか。というわけで、こんにちは、グリードです。今回は久しぶりにザ・ファイナルズをプレイしていこうかなと思うんですけども、まあシーズン4がちょうど始まったということで、よいしょ、やっていこうかなと思いまして、リリース当初は派遣を取る FPS と言われていて、まあ案件だったりとかストリーマーイベントっていうのも開催されていたんですよね。ただその後、まあ配信者もみんなやらなくなり、全く情報が入らなくなりましたよね。まあ僕自身も最初しか全然プレイしてなかったんですよ。ただちゃんとね、このゲームはアップデートがされてまして、本当その後も追加コンテンツ、武器だったりマップだったりっていうのがね、定期的にアップデートされていたので、まあ本当しっかりしてるんですよね最近のこの無料 FPS というところにおいては。やべ、 OK、 ナイス。このモードはお金をね届けるっていうモードなんですけども、いるごめんねー、ナイス。いや、改めてやるとグラフィックめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。今これ PC 版最低画質で DLSS オンにしてる状態なんだけど、非常に綺麗ですね。すごいよ、これは本当に。で、最近は僕、派遣 FPS っていう言い方ちょっと控えようかなと思ってるんですよ。まあ、っていうのも、痛い。っていうのも、まあ、新作 FPS いろいろ出て、毎回毎回こう、派遣を取るだとか言われてると思うんですけどね。まあ、その、なんだろうな、危ない。多分みんなが想像する派遣 FPS みたいな流行り方って、Apex とかだと思うんですけど、あれはね、まあコロナっていうのもあったし、ストリーマー文化が始まったっていうのもあるし、で、普通、こう、英語圏とかって、規模が広すぎる、コミュニティが広すぎるから、一つ二つのゲームに固まるみたいなことがあんまりないんですよね。だからこの日本っていう狭い国で限られた言語だからこそ起きる現象、一つ二つのゲームにこんなに人が集まるっていうのは。で、もうすでに Apex とかバロラントみたいなのがあるから、なかなかもうね、一つ二つのゲームに人がさらに集まるみたいなことは、まあ難しいんじゃないかなと思うんですよね、どうしても。もう東京があるのに、東京みたいなものがもう出てくるかみたいな、東京みたいな都市が出てくるかって言われたら、まあ難しいところじゃないですか。まあちょっと急にあの都市に例えましたけどまあこう田舎にね、田舎がどうこうどんどん人が減っていって、一部のこう都市に、都市部に集中していくみたいな、まあそういうのがゲームにもあると思うんですよね。日本みたいなこう狭いコミュニティだからこそ起きる現象だかなって思ってます。本当に今日久しぶりにやってみて、まあいろんなモードね検索してみたけど、マッチングはね本当に問題ないんですよね。うん、すぐマッチングします。だから派遣とまではいかないけど、本当にどのゲームも、まあ、マッチングには困らないぐらい遊べるぐらい、まあ、人口っていうのは大丈夫なんじゃないかなと思うんですよね。もうなんだあれ、どこだ、ナイス、ナイス。違う、これ別の敵やん、あれか。おいしょー、気持ちいい。いや、楽しいんだよな、普通に楽しい。久しぶりにやる分には楽しい。で、このゲームもっと評価されてもいいと思う、本当に。特にこのゲームモードですね、この新作 FPS 出すとなると、やっぱりどうしても既存の FPS に似たようなルールっていうのになっちゃうじゃないですか。チーデスみたいなやつとか、COD みたいなやつね。とか、オーバーウォッチみたいなやつとか、バロラントみたいなやつとか。まあそういう風に、まあ、似たようなルールになってしまいがちなんだけど、このゲームは独自ルールね。この3対3対3っていう独自ルールのおかげで、まあこのゲームのオリジナリティというかね、このゲームをやる価値があるとは思うんですよね。ここはほんとね、もっと評価されてもいいと思う、この挑戦に関しては。ね、安易にね、こう、なんか COD ライクなゲームにしなかったっていうのは、まあ本当良かったのかなとは思うんですよね。これで、チーデスみたいなルールだったら、多分ね、もっと人いないと思うんですよ。今普通にマッチングする、マッチングには困らないぐらい人がいるけど、もっと人いないと思うんだよね。うん、差集ももっと早くあるんじゃないかな、みたいな。わお！え？なんで？
あれ倒せてないのか。おお、ナイパーターンティーね。マンションやん。うわー、逃したか。皆さんはこのゲーム何が足りないですかね。なんかもっとスキル系キャラクターのヒーローシューター系に割り振った方が、もしかしたら日本的には受けるのかな。まあ、リアル系ではないですもんね。ちなみにアップデート後ね、なんとこのゲーム、ライトがつけれるようになりました。いや、何当たり前のこと言ってんねんって思うかもしんないけど、このゲームね、もともとアイアンサイトのみだったんですよ。サイトとかなくて、アイアンサイトというか、まあ武器によってなんですけどね、サイトがついてる武器はサイトを外せないみたいな。ただね、このサイトつけるのに800ポイントいります。結構だから試合ね、4試合5試合6試合ぐらいしないとサイトつけれなかったりしますね。はい、今日3時間ぐらいプレイしてるんだけど、あれですね、最適化が本当ちゃんとしたのかな。あのラグったりとか一切ないっすね。リリース当初はね、もうガクガクだったりとかね、したんですけど、まあ、そういうラグもほんとない。やれてないのか、あれ。これ決めたら、モンタージュ。当てて。当てて。あー、わー、当てたのに。あ、ここ、はしごあるんや。おほう、レッツゴー。待って、来てる来てる来てる。一旦逃げよう。当てたよ。ダメか。ポツ砂だね。なんか、忍者いる、忍者いる。わけわからねえ。当ててる。よしよし、まいまいまい。いや、楽しいぞ、これ。え？なんか、スモークっていうか、霧のせいで全然見えないけど。せや、思い出した。このゲーム、あれだよ。チーターがひどすぎたんだよ、開幕から。チート対策は全然できてなくて、ひどかったんだけど、あれはどうなったんでしょうか。結構減ったのかな？まあ、今、カジュアルモードだからね、ランクはわからないんだけど。ちょっと待って。これ何これ、何あれ。知らなかったんだけどさ、5対5のルールあるんですね、今。これはね、結構前に追加されたやつかな、確か。なんちゃって日本マップみたいなのね、こう FPS だと多いけど。どうでしょう、結構割と、ちゃんとしてそうな感じはありますね。だ中ビルドは必勝じゃ死なないんだよな。おい、来た。ものすごい竹の数。ちょ、竹多すぎやって。グレネード通らへん、これ。まあ、ルールはほんとオーバーウォッチだね。ペイロード。まあ、これだったらオーバーウォッチやればええやないかってなっちゃうかもしれんけど。OK。いやー、きつい。押されすぎてんな、こっち。クロス変えられるやん。K ビルドから中ビルドみたいな変更できなかったんだけど。オッケー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 。ちょっとね、このプラットフォームがね、なんで浮いてるのか。浮いてるし、なんかぐにゃぐにゃしてるし、防衛しにくいし、これ。どうしたらいいの、これ。痛い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 。やべ、死んじゃう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 。うわっ、危ねえ。やった。ハマス強いかもしれん。わけわかんねえ、マジで。
ダメだ、硬すぎ。サドンデス。これ許せない。許せないというか、まあ、まあ、仕様なのか仕方がないんだけど、このショップね、いろんなスキンがあるんだけどね。僕、これ買ったんですよ。ブラックスカルセット。COE のブラックセルみたいな。スキンのボリュームパック、いっぱい入ってるよっていう。全武器のスキン、エピックスキンあるよ、みたいな。これ買ったんですよ。ただ、買っただけでは使えないんですよ。1400円ぐらい?ね。この、デュアルハンドガン使いたかったのに、課金しただけでは解除されなくて、この右上の、このポイントをゲームを何回も何回もやって、貯めて1600円。で、これで解除しないと使えるようにならないっていう。COD だったら、スキン、課金スキン買えば解除されるんですけど、だから僕は1400円ぐらい使ったけど、すべてのエピックスキンを使えるようになるとなるには、あと一体何十試合それ以上やらないといけないのかなみたいな、これはね、ちょっと非常に残念なポイントかなと思いますね。新武器すぐに使えないっていうね。次の FPS はフラグパンクっていうね、10日にベータ版のクローズドベータが始まる FPS があるんで、ちょっとそれ気になってるから、まあ、もしかしたら動画にするかも。当選したらね、ベータ版に。というわけで、お疲れ様でした。